19時15分発関西線を通りまして名古屋まで参ります。次の停車駅は伊賀上野で17時16分でございます。次には17時30分亀山17時52分四日市18時8分桑名18時23分終着の名古屋には18時47分の到着の予定です。時間の都合で乗車券急行券をまだお持ちでないお客様、ただいまより車内に参ります。車掌までお申し付けください。次の停車駅は伊賀上野です。